ファイルナンバー1418のリック・ゴッドだ。で、今日話す内容の他の人に話す予定は？ないです。話してもみんなどうせ信じてくれない。そうだ、きっとこんな話誰も信用しない。もういっそのこと全部忘れたい気分だ。忘れるさ、全て。皆さんこんにちは、日本のアンディ・リグゴットです。まずオープニング見ていただいてわかると思うんですけど、自分の YouTube ってディズニーの Vlog がメインだったりとかしたんですけど、この緊急事態宣言が出て自粛中にめちゃくちゃね、自分もめちゃくちゃピクサーの映画をね見ました。もう本当に冗談抜きで毎日3本ぐらい見てたんですね。でそんな中自分は思いました。海外ではピクサーだったりとかディズニーの映画をメインで上げてる YouTuber いるんですけど、日本でなんかそのピクサーとかの素晴らしさとかを上げている YouTuber の方いないなと思って、自分このピクサー映画だったりとかにすごいね、まあなんか救われたというか、今の自分があるのもなんかトイストーリーとかインサイドヘッドとかのおかげでもあるんで、ちょっと今後ディズニーに行けるようになったらディズニーの Vlog だったりとかメインでやっていくんですけど、もう一つメインでピクサーの考察だったりとかを上げていきたいと思います。でその時は見ていただいたインクレディブルファミリーのね、あのシーンをちょっとねモデルにしたオープニングになってるので、ぜひね今後もリクゴットの YouTube 見ていただければと思います。まず一発目今回なんですけど、自分ねトイストーリーが一番好きなんですけど、中でもジェシーが一番好きなんですね。なのでそのジェシーにまつわる話をしていこうと思うんですけど、はい、こちらでーん、これねホワイトボードのサイズ合ってないんじゃないかと思うんですよね。本当はこれさ壁にかけてさ、なんかこう話できたらと思うんですけどね、今フィギュアとかがねめちゃめちゃあってかけるとこないんでね、もうこれ持って話そうと思って大きいんですけど、書いてある通りエミリーイコールアンディのママっていうところですね。トイストーリー2でジェシーが初登場したんですけど、まあ、トラウマを持っていまして、エミリーっていう女の子が前の持ち主だったんですけど、まあ、その子にまあほったらかしにされて、あのフリーマーケットに出されたりとかすごい悲しい思い出があったので、ウッディがアンディのおもちゃにならないかって誘った時ちょっと悩んでたんですね。まあ、そんなジェシーの前の持ち主エミリーはアンディのお母さんじゃないかっていうことについて今日お話ししていきたいと思います。まずはじめになんですけど、こういった非公式の考察だったりとか、まあ、動画を見てディズニーの映画だったりディズニーピクサーの映画を見る楽しみを損なわれるっていう方は、今すぐこの動画をやめてディズニープラスでトイストーリーを見てください。ではよろしいでしょうか。行きましょう。このジェシーなんですけど、もともとはエミリーっていう女の子の持ち主だったっていうお話ししたんですけど、そのエミリーがアンディのお母さんだったっていうの結構有名な話だと思うんですよ。で今回ね、まあそういった説を考える中で自分で決定的なね証拠を見つけたのでね、トイストーリー2を見ててみたいな、もう脳みそ光りました。一緒に説明していきます。え、持ってるだけなのに勝手になった。やった。ではなんでその説が言われるようになったかっていうと、ウッディのラウンドアップっていうアニメが子供に大人気だったんですね。それの年代が1950年代から1960年代って言われています。そしてトイストーリー1、2の年代っていうのが1990年代から2000年代にかけて描かれているんですけど、まあ、この年代から見てもエミリーがアンディのお母さんっていうのは当てはまるんですね。そして次なんですけども、アンディが被ってる帽子見ていただきたいんですけど、実はこれウッディの帽子かと思いきやジェシーの帽子なんですよ。もしこの後お時間あってトイストーリー2見れる方はちょっとよく見ていただきたいんですけど、この帽子実はジェシーの帽子だし、エミリーが小さい頃に被っていた帽子とほとんど同じなんです。これもし本当にさエミリーの帽子だとしたら、これトイストーリー1から作られてたって考えたら本当にすごくない？そしてもう一つなんですけども、これが自分がちょっと気づいた脳みそ光った内容なんですけど、あのトイストーリー2でジェシーがベッドの下でこう何年もほったらかしにされてやっと見つけてくれたっていう時に、もうエミリーは大きくなっちゃったんですね。エミリーの部屋にあるエミリーの写真を見ると花柄の T シャツを着てるんですよ。そしてジェシーもここに置いてフリーマーケットみたいなところに置かれる時も花柄の T シャツを着てるんですね。そしてトイストーリー1、トイストーリー2でアンディのお母さんもほとんどのシーンで花柄の服を着てるんです。それがこちらの画像になってると思うんですけど、これ偶然には思えないですよね。年齢も合うし帽子も同じだし、そして着ている服の系統も同じ。もうここまでね揃えばエミリーイコールアンディのお母さんでいいんじゃないかと思うんですけども、ただここで一つ疑問があります。アンディの家にジェシーが来た時、ジェシーはエミリーのことを見て気づかなかったのか、逆にアンディのお母さんがエミリーだとしたらジェシーのことを見てあ懐かしいとか思わなかったのか、この件に関してはなんですけど、ディズニーの映画インサイドヘッドが解決してくれます。映画の中でライリーが小さい頃よく遊んだビンボンっていうキャラクターがいるんですけど、ビンボンはライリーだったり喜びを助けるためにライリーの記憶から消えることを自ら選びました。ただこれは映画の中の話で、実際にはおそらく
くライリーは大人へと成長していったっていう描かれ方なんじゃないかなと思うんですね。もしかしたらアンディのお母さんがジェシーを見た時に懐かしいと思ったかもしれないんですけど、あの頃のエミリーとは違うんです。インサイドヘッドっていうのはすごいいい映画で、そうやって人は成長していくんだよみたいな感じを伝えてるのかなと思うんですけど、そうやって考えると、例えばアンディがジェシーと遊んでる時に特別アンディのお母さんが来て、わ、これ私の人形なんだってやる必要もないですよね。はい、今回の動画は以上です。いややっぱりね、ピクサーってすごい。もうピクサーもそうだし、ディズニーの映画って本当にすごい。自分の大好きなジェシーに関してお話ししたんですけど、今後もピクサーの動画だったりとかディズニーの映画に関して動画上げていくんですけど、もし考察してもらいたい謎だったりとか解説していただきたい映画ある方は、ぜひコメント欄か自分のインスタグラムの DM だったらすぐ見れるので、そちらでメッセージをお願いします。いや今日もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタン忘れずにお願いします。では、せーの、バイバーイ。